2019新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症の世界的流行国地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況新型コロナウイルス感染症の世界的流行状況感染者10万人以上感染者1万から9万9999人感染者1 9 0 0 9 9 9人感染者100 999人感染者1 9 9人感染者19人,人 COVID-19 の世界的流行による死者が確認された国地域感染者及び死者が確認された国地域感染者のみが確認された国地域国地域ごとの2019年コロナウイルス感染症流行状況では各国及び各地域ごとの新型コロナウイルス感染症の流行状況及び対策 対応などを扱う。2020年1月以降、世界各地で感染が広がっている。各国の初の感染者、初の感染による死者のタイムラインである。各政府の対策などの詳細は、本記事の別説を参照。2019年12月、編集2020年1月、編集2月、編集3月、編集詳細は、 アジアにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況を参照中国本土における2019年コロナウイルス感染症の流行状況香港における2019年コロナウイルス感染症の流行状況マカオにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況台湾における2019年コロナウイルス感染症の流行状況 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況、韓国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況、及びイランにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況も参照詳細はヨーロッパにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況を参照、イタリアにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況、 スペインにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況、ドイツにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況、フランスにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況、及びイギリスにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況も参照詳細はアフリカにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況を 参照アメリカ国内での感染者が確認された、地域50、001人以上感染後、000から5万人、感染2、000から4999人、感染1、0 0 0から1999人、感染500から999人、感染500人未満感染感染報告なし。詳細は、アメリカ合衆国における2019年。 コロナウイルス感染症の流行状況を参照2020年1月21日、アメリカ合衆国ワシントン州、スノホミッシュ群で初の感染者が確認された。これは北アメリカにおいて初の症例である。3月に入ると感染が急拡大し、感染者数が10万人を突破して世界サイトとなっている。2020年1月27日、21日に、 武漢市を出発し、甲州経由で22日にカナダのトロントに到着した。50代の男性の感染が確認された。1月28日1。例目の男性の妻の感染が確認された。同日ブリティッシュコロンビア州バンクーバー付近在住の40代男性のウイルス反応が陽性であるため、感染の可能性が高いとみられる。1月29日ウィニッペグにある研究所で。 上日の男性のサンプルを検査し、感染が確定した。1月31日、オンタリオ州ロンドン在住のワイスタオンタリオ大学の20代女性学生の感染が確認された。1月23日に、武漢から入国したとみられる。2月4日、ブリティッシュコロンビア州で新たに50代女性の感染が確認され、ロックダウンの前に武漢を出た親族を自宅に招き入れたとみられる。 2月7日、ブリティッシュコロンビア州で男女2人のウイルス反応が陽性であるため感染したとみられる。2月14日、ブリティッシュコロンビア州で30代女性の感染が確認された。2月20日、ブリティッシュコロンビア州でイランを訪れたことのある30代女性の感染が確認された。2月24日、ブリティッシュコロンビア州でイラン帰りの女性の接触者で、 ある40代男性の感染が確認された。また、オンタリオ州でも、中国帰りの20代女性のウイルス反応が陽性になり、感染の可能性が高いとみられる。2月26日と27日、オンタリオ州でイラン帰りの60代女性とその、夫の感染が確認された。二月十七日、ケベック州でイラン帰りの女性の感染が確認された。二月十八日、 25日にトロントに到着したイランへの渡航歴がある50代男性、20日にトロントに到着したエジプトへの渡航歴がある80代男性の感染が確認された。2月29日、オンタリオ州でイランから帰ったヨーク在住の34歳女性、ダーラム在住の51歳女性とその夫、ブリティッシュコロンビア州でイランから帰った60代女性の感染が確認された。 3月1日、オンタリオ州で、ボーン在住の感染者の兄弟である50代男性、ヨーク在住の感染者の夫である40代男性、23日にイランから帰国した60代男性、感染者である80代男性の接触者である、ニューマーケット在住の70代女性の感染が確認された。3月2日、トロント周辺で3人の感染が確認された。いずれも、 イランとエジプトへののの渡航歴ああある人あるる人いはその親族である3月3日、トロントでエジプトから帰国したヨーク在住の70代女性とイランから帰国した50代男性、ブリティッシュコロンビア州でイランから帰国した50代男性、60代男性、成人女性及び接触者である30代女性の感染が確認された。3月4日、バンクーバーでインド、 香港旅行から帰国した80代女性の感染が確認された。3月5日、オンタリオ州で同月3日に、イタリアから帰国した50代女性と2月29日に、イランから帰国した60代男性。2月11日から21日に、クルーズ船、グランドプリンセスに乗った、ミシサガ在住の60代男性。ラスベガスの国際会議に参加したトロント在住の40代。 男性、ブリティッシュコロンビア州で8人、ケベック州でインドから帰国した男性の感染が確認された。また、アルバータ州でグランドプリンセス号の乗客だったカルガリー在住の女性、ケベック州でモンテレジー地域在住の女性1人にウイルスの陽性反応が出た。3月6日、オンタリオ州でグランドプリンセス号の乗客の妻である60代女性、 イランから帰国した50代男性と60代女性、イタリアから帰国した20代男性、アルバータ州でエドモントント都市圏在住の40代男性の感染が確認された。3月7日、ブリティッシュコロンビア州でノースバンクーバーの介護施設の2人、イランから帰国した50代男性と接触者である50代男性、グランドプリンセス号の乗客だった60代2人の、 感染が確認された。3月8日、ケベック州で、グランドプリンセス号の乗客だった、モンテレジー地域在住の女性、オンタリオ州で、フランス旅行から帰国した60代女性、ワシントン DC から帰国した60代男性、コロラド州から帰国した40代女性、ドイツから帰国した、ピール地区在住の50代男性の感染が確認された。同日、 ノースバンクーバーの介護施設に入居していた80代男性が死亡。また、アルバータ州でカルガリー在住の30代女性とエドモントン在住の60代男性にウイルスの陽性反応が出た。3月9日、アルバータ州でグランドプリンセス号の乗客だった70代女性。ウクライナトルコオランダへの旅行から帰国した30代男性。カリブ海を運航するクルーズ船。 MS ブレーマーの乗客だった50代女性、オンタリオ州でイランから帰国したトロント在住の2人の感染が確認された。また、ケベック州で米国イギリスアイルランドへの旅行から帰国したモントリオール在住の男性にウイルスの陽性反応が出た。3月10日、アルバータ州で MS ブレーマーの乗客だった1人を含むエドモントント試験在住の3人と、 カルガリー都市圏在住の4人、オンタリオ州で、スイスから帰国した40代男性とトロントで、開催された会議サドバリー在住の男性の感染が確認された。3月11日、アルバータ州で5人、ニューブランズウィック州で、フランス旅行から帰国した50代女性、オンタリオ州で、オーストリアから帰国したオタワ在住の40代男性、ケベック州で、 マイアミとカリブ海地域への旅行から帰国した一人、ドミニカ共和国から帰国した一人とイタリアから帰国した一人の感染が確認された。3月12日、オンタリオ州でロンドンから帰国したトルドー首相夫人、ソフィー・グレゴ・アール・トルドーや、プエルトリコ・イタリア・コスタリカ・アメリカなどから帰国した人、入児一人を含む18人、マニトバ州で、 フィリピンから帰国したウィニペグ在住の40代女性と海外から帰国した30代男性2人の感染が確認された。また、サスカチュワン州でエジプトから帰国した60代1人にウイルスの陽性反応が出た。3月13日、アルバータ州でバンクーバーで開催された市会会議に参加していた1人を含む6人、マニトバ州で韓国、フィリピン。 日本を訪れていたウィニペグ在住の40代男性、オンタリオ州でナイアガラフォールズ在住の80代男性を含む19人の感染が確認された。3月14日、アルバータ州でエドモントン都市圏在住の4人とカルガリー都市圏在住の6人の感染が確認された。また、ニューブランズウィック州で接触者の男性、ニューファンドランドラブラドール州で カリブ海クルーズから帰国した一人、プリンスエドワードアイランド州でクルーズ旅行から帰国したクイーンズ軍在住の50代女性にウイルスの陽性反応が出た。3月15日、アルバータ州でエドモントン都市圏在住の3人とカルガリー都市圏在住の14人、マニトバ州でウィニペグ在住の70代男性と50代女性、インターレイク地域在住の70代女性、オンタリオ州で トロント在住の14人、ピール地域在住の5人、ヨーク地域在住の3人、クルーズ旅行から帰ったグレーブルース在住の2人、スペインポルトガルから帰国したピーターバラ在住の1人、ハミルトン在住の3人など、計43人の感染が確認された。また、ニューブランズウィーク州で、州内最初の感染者と接触した50代男女2人と20代、男性2人、 ノバスコシア州で、オーストラリア旅行から帰国したキングス軍在住の60代、女性、アメリカ旅行から帰国したハリファックス在住の50代、男性、ヨーロッパ旅行から帰国したハリファックス在住の30代男性に、ウイルスの陽性反応が出た。3月16日、アルバータ州で18人、ブリティッシュコロンビア州で30人の感染が確認された。同日、 ブリティッシュコロンビア州でノースバンクーバーの介護施設に入居していた3人の死亡が確認された。また、マニトバ州でウィニペグ在住の80代男性、ニューブランズウィック州でギリシャから帰国した南部地域在住の20代女性にもウイルスの陽性反応が出た。感染者の増加により、トルドー首相は16日に カナダ国民や永住者以外の外国人の入国を原則禁止すると発表した。ただし、外交官、航空関係者、カナダへの往来が多いアメリカ国民は対象外とし、物資の輸入も制限しなかった。また、同月18日から国際航空便の受け入れをトロント、モントリオール、カルガリー、バンクーバーの4箇所の国際空港に限るとした。3月17日、 アルバータ州で、エドモントン都市圏在住の20人、カルガリー都市圏在住の70人と、中部地域在住の3人、北部地域在住の3人、南部地域在住の1人、ブリティッシュコロンビア州で83人、オンタリオ州で11人、サスカジュワン州で、バンクーバーで開催された司会会議に参加した2人の感染が確認された。同日、ブリティッシュコロンビア州で、 ノースバンクーバーの介護施設に入居していた二人と、フレーザー保健所管内在住の80代男性、オンタリオ州のバリーで77歳男性が死亡。また、マニトバ州で、ウィニペグ在住の5人と、南部地域在住の二人の推定事案が発生した。3月18日、アルバータ州で22人、オンタリオ州で、オタワセネターズの選手1人を含む25人、 ケベック州で20人の感染が確認された。同日、ケベック州、ラノテール地域在住の高齢女性1人が死亡。また、マニトバ州で、ウィニペグ在住の70代男性と50代女性の推定事案が発生した。3月19日、アルバータ州で27人、ブリティッシュコロンビア州で40人、オンタリオ州で、ダラム地域在住の80歳男性や、 ウォーター・ルー在住の20代女性を含む44人の感染が確認された。同日、アルバータ州のエドモントン地区で60代男性、ブリーティッシュコロンビア州のノースバンクーバーで1人、オンタリオ州でミルトン在住の50代男性が死亡。3月20日、オンタリオ州でミドルセックス軍ロンドンの6人、ハリバートン・カワーサの3人、トロントの2人、ハミルトンの2人、ピーターバラの3人、 ダラム地域の6人、オタワの3人、ウォータールーの4人、ピール地域の2人、ヨーク地域の1人、ポーキュパインの1人、ヘースティングスプリンスエドワードの1人を含む60人の感染が確認された。2020年3月16日、中心都市ヌークで1人の感染が確認された。3月18日、ヌークで1人の感染が確認された。詳細は、イギリスにおける2019年。 コロナウイルス感染症の流行状況バミューダ諸島を参照2020年2月27日14日から22日にイタリア北部に滞在していた35歳男性の感染が確認された当該男性は22日にメキシコシティに到着し翌日に体調不良になり感染が確認された2月28日シナロア州在住の41歳男性ら2人に ウイルスの陽性反応が検出された。27日に感染が確認された男性と二人は、共にイタリアのベルガモで開催した国際会議に参加したため、現地で感染したとみられる。2月29日、コアウイラ州のトレオンでイタリアから帰国した20歳女性の感染が確認された。3月1日、チアパス州のトストラで留学先のミラノから帰国した18歳女性の 感染が確認された。3月6日、メヒコ州のトルーカでイタリアから帰国した71歳男性の感染が確認された。3月8日、アメリカ人と接触したことのあるメキシコ式在住の46歳男性の感染が確認された。3月10日、プエブラ州のプエブラでイタリアから入国した自動車会社の従業員である47歳、男性感染が確認された。 3月11日、メキシコシティで、スペイン旅行から帰国した41歳男性と30歳女性、メキコ州で、米国から帰国した64歳女性、ケレタロ州で、スペインから帰国した43歳男性の感染が確認された。また、ヌエボレオン州で、ロンドン、ミュンヘン、 マドリードへの旅行から帰国したサンペドロ在住の57歳男性が無症候キャリアであることも判明した。3月12日、スペインフランスへの旅行から帰国した、プエブラ州在住の31歳男性、ドゥランゴ在住の58歳男性と30歳女性の感染が確認された。3月13日、メキシコ証券取引所の取締役会長である、 ハイメルイスサクリスタンを含む11人の感染が確認された。3月14日、新たに15人の感染が確認された。3月15日、スペインから帰国したヌエボレオン州在住の27歳男性とアグアスカリエンテス州在住の男子学生を含む12人の感染が確認された。3月16日、新たに29人の感染が確認された。3月17日、 新たに11人の感染が確認された。3月18日、新たに25人の感染が確認された。同日、メキシコシティで41歳男性が死亡。3月19日、新たに46人の感染が確認された。同日、ゴメスパラシオで74歳男性が死亡。3月22日、同国に滞在中のスペイン人、テノールカシュ。 プラシドドミンゴの感染が確認された。同月28日にアカプルコの病院に入院していることが明らかにされた。2020年3月1日、2月22日に入国した62歳イタリア人男性の感染が確認された。3月5日、2月下旬にラロマーナ州に入国し、バヤイベのホテルに滞在していた70歳カナダ人。 女性観光客の感染が確認された。3月8日、いずれもイタリアからの帰国者である3人の感染が確認された。3月13日、いずれも海外から入国したドミニカ人3人、フランス人1人、ベネズエラ人2人の感染が確認された。3月16日、海外帰国者国及びドゥアルテ州のージャリバで、 感染者と接触した一人の感染が確認された。また、スペインから帰国した結核と HIV にもかかる47歳女性の死亡が確認された。3月18日、クルーズ船、コスタ・ファボローザの乗船客ら13人の感染が確認された。同日、80歳の外国人男性の死亡が発表された。3月20日、政治家、 ビクトル・ゴメス・カサノバの親族1人を含む38人の感染が確認された。詳細は、フランスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況、サン・バルテルミートを、参照詳細は、フランスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況、サン・マルタンを、参照詳細は、フランスにおける2019年、 コロナウイルス感染症の流行状況マルティニークを参照2020年3月6日、アメリカから入国した49歳女性観光客の感染が確認された。3月7日、女性の夫である49歳米国人男性、感染源不明の54歳コスタリカ人男性と、その73歳のおば、彼の世話をしていた41歳医療関係者女性の感染が確認された。 3月8日、感染者と接触した3人と最近に、米国から帰国した、国内在住の70歳米国人女性の感染が、確認された。3月9日、感染者と接触した子供2人と別のコスタリカ人1人、アメリカから帰国した、国内在住の米国人女性の感染が、確認された。3月11日、新たに9人の感染が確認された。3月12日、 新たに一人の感染が確認された。3月13日、新たに三人の感染が確認された。3月14日、新たに一人の感染が確認された。3月15日、新たに八人の感染が確認された。3月16日、新たに六人の感染が確認された。3月17日、新たに九人の感染が確認された。3月18日、 新たに19人の感染が確認された。同日、アラフエラで87歳の高齢者1人が死亡。3月19日、リモン州の初症例を含む18人の感染が確認された。同日、アラフエラで87歳男性が死亡。3月20日、新たに26人の感染が確認された。2020年3月9日、前日に、 マドリードから帰国した40歳女性の感染が確認された。3月10日、新たに7人の感染が確認された。また、教師1人の死亡が発表された。3月11日、新たに6人の感染が確認された。3月12日、新たに13人の感染が確認された。3月13日、新たに9人の感染が確認された。3月14日、 新たに7人の感染が確認された。3月15日、新たに12人の感染が確認された。3月16日、新たに14人の感染が確認された。3月17日、新たに27人の感染が確認された。3月18日、新たに23人の感染が確認された。3月19日、新たに28人の感染が確認された。 3月20日、新たに63人の感染が確認された。2020年3月10日、キングストンで同月4日に、イギリスから帰国した女性の感染が確認された。3月11日、イギリスから帰ってきた在ジャマイカ米国大使館の女性職員1人の感染が確認された。3月13日、マレーシアからドバイロンドントリニダード島経由で、 入国した60代男性2人、マンチェスターから来た36歳男性、カナリア諸島からポルトガルマイアミ経由で帰国した31歳男性船員、最初の感染者の父親である58歳男性と接触者である34歳女性の感染が確認された。3月15日、国内で感染者と接触した1人と、トリニダード・ドバゴから帰国した1人の感染が確認された。 3月16日、新たに2人の感染が確認された。3月17日、イギリスから入国した1人の感染が確認された。3月18日、新たに2人の感染が確認された。また、16日に、クラレンドン教区で79歳男性が亡くなった、ことは公表された。3月19日、ロングアイランドを訪れていた57歳男性の感染が確認された。 3月20日、ヒューストンを訪れていた38歳アメリカ人、男性、ニューヨークを訪れていた30歳女性と、ポートランド教区在住の60歳女性の感染が確認された。2020年3月11日、スペイン旅行から帰国した42歳妊婦とスイスから帰国した37歳女性の感染が確認された。3月13日、 感染者の親族であるテグシガルパ在住の64歳1人の感染が確認された。3月15日、テグシガルパ在住の48歳の男性、チョルテカ県在住の30歳女性と生後8ヶ月の乳児の感染が確認された。3月16日、テグシガルパ在住の15歳と28歳の女性2人の感染が確認された。3月17日、 サンペドロスーラのラモンビジェダ・モラレス国際空港に入国したニューヨーク在住のアジア系男性の感染が確認された。3月18日、サンペドロスーラの感染者と接触した68歳女性、最初の感染者と接触した33歳男性、テキサス州のサンアントニオからチョルテカケンロエルトリウンホに来た4歳の子供の感染が確認された。三月十九日、 テグシガルパザー1の15歳1人、17歳1人と25歳、女性、中央地域在住の59歳1人、フランシスコモラさん県在住の20歳、27歳と15歳の3人、プエルトコルテス在住の69歳女性と68歳1人、3、ペドロスウラ在住の28歳1人、34歳1人と77歳男性の感染が確認された。 2020年3月11日、トリニダで同月9日に入国した、イタリア人観光客3人の感染が確認された。3月12日、ビジャ・クララ州サンタ、クララ在住の男性1人の感染が確認された。彼の妻である、ボリビア人女性は2月24日に、ミラノから入国したが、症状がなかった。3月16日、同月8日に、 スペインのガリシア州から帰国した63歳男性の感染が確認された。同日、キューバ政府はすでに5人の感染者が発生した、クルーズ船、MS ブレーマーのマリエル港への停泊と乗客の下船を許可した。3月17日、同月14日にイタリアから帰国したカマグレー在住の38歳一人、同月7日に、 イタリアから帰国したハバナ州クアナバコア在住の65歳一人の感染が確認された。3月18日、マドリードから帰国したビジャクララ州サンタクララ在住の25歳一人、米国ニュージャージー州から帰国したサンタクララ在住の67歳一人、同月8日に、米国カリフォルニア州からサンクティスピリトス州のトリニダに入国した77歳、 米国人の感染が確認された。同日、61歳イタリア人男性が死亡。3月19日、オルギン州で、同月14日に入国した57歳カナダ人、グランマ州バヤモのホテルに滞在中の69歳、フランス人、イタリアから入国した70歳イタリア人、ローマから帰国した37歳一人、スペインから入国した34歳スペイン人、 モントリオールから入国した81歳カナダ人の感染が確認された。3月20日、ピナールデルリオ州ビニャーレスのホテルに滞在中の25歳、ベルギー人、ガイアナから帰国したマタンサス州、カルデナス在住の36歳一人、フランスから帰国したハバナ州グアナバコア在住の32歳一人、マドリードから帰国したハバナ州ボイエロス在住の75歳一人と、 サンティアゴデクーバ州パルマソリアの在住の35歳一人の感染が確認された。2020年3月11日、同月7日に、イギリスから帰国した女性の感染が確認された。詳細は、イギリスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況をマン諸島を参照2020年3月12日、同月9日に、 スイスから帰国した52歳男性の感染が確認された。3月13日、66歳1人の感染が確認された。3月15日、新たに2人の感染が確認された。3月16日、26歳男性1人の感染が確認された。3月17日、新たに2人の感染が確認された。 3月19日、いずれも旅行歴のある男女2人の感染が確認された。2020年3月12日、同月5日に、オランダ本土の北ブラバント州から来た68歳、観光客男性の感染が確認された。同月18日、当該男性が死亡。3月14日、最初の感染者のパートナーの感染も確認された。3月15日、 新たに一人の感染が確認された。2020年3月13日、イタリア旅行からアエロメヒコ航空便でボゴタサンサルバドル経由で帰国した27歳男性の感染が確認された。3月14日、マドリードから帰国したサンペドロサカテペケス在住の85歳男性の感染が確認された。翌日、当該男性が同市内で死亡。3月16日、 死亡者の親族である30代男性2人、オーストラリアから帰国したアンティングア在住の35歳、女性、イギリスからニューヨーク経由で帰国した32歳男性の感染が確認された。3月18日、死亡者の親族と接触したグアテマラ市在住の57歳男性と50歳女性の感染が確認された。3月19日、スペインから帰国した23歳一人の感染が、 確認された。3月20日、コスタリカからラウロラ国際空港に帰国した36歳、男性、デンマークスペインフランスコスタリカを歴訪したシューザー、ビエハ在住の29歳男性、ニューヨークから帰国したサンタローサ県クイラパ在住の43歳、女性、出国歴のない51歳女性の感染が確認された。3月21日、 サンペドロ・サカテペケス在住の感染者の25歳の妻と3歳の娘、米国コロラド州から帰国したグアテマラ市在住の46歳男性と36歳女性の感染が確認された。詳細はアメリカ合衆国における2019年、コロナウイルス感染症の流行状況プエルトリコー。参照詳細はアメリカ合衆国における2019年、 コロナウイルス感染症の流行状況アメリカ領バージン諸島を参照2020年3月13日同月初にイギリスから入国した女性1人の感染が確認された。2020年3月13日同月7日にイギリスから入国した63歳女性観光客の感染が確認された。3月14日同月11日に フランスから入国した53歳男性の感染が確認された。2020年3月13日、いくつかの国を訪れていたアメリカ人観光客とニューヨークから帰ってきた島民一人の感染が確認された。3月16日、新たに一人の感染が確認された。3月17日、観光客一人の感染が確認された。3月19日、 来訪者一人の感染が確認された。2020年3月15日、ニュープロビデンス島在住の海外渡航歴のない61歳女性の感染が確認された。3月18日、最初の感染者の親族2人の感染が確認された。この2人は、カナダ、トリニダード島、ドバイへの旅行歴がある。3月20日、新たに1人の感染が確認された。 2020年3月17日、イギリスから帰った一人の感染が確認された。詳細は、イギリスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況モントセラ島、参照2020年3月18日、北部メタパン付近から不法帰国した一人の感染が確認された。当該患者はイタリアへの出国した記録があるが、帰国の記録はなかった。3月20日、 スペインからエルサルバドル国際空港に到着した二人の感染が確認された。2020年3月18日、同月15日にパナマ市から帰国した40歳男性の感染が確認された。3月20日、同月16日にコロンビアから帰国した HIV 陽性の男性の感染が確認された。2020年3月17日、 アメリカから入国した48歳観光客と39歳、バルバドス人女性の感染が確認された。3月19日、感染者女性の夫である40代男性、ニューヨークから帰国した60歳一人とクルーズ船の乗組員である30代男性の感染が確認された。3月20日、アメリカから帰国した20代男性と60代女性の感染が確認された。 3月21日、国内接触者7人と外来者1人の感染が確認された。2020年3月19日、パリから帰国した31歳ハイチ人とポルトー・プランスの孤児院でボランティアをしているベルギー人の感染が確認された。2020年3月22日、イギリスから帰国した54歳男性の感染が確認された。二千二十年三月十二日、 同月16日に、イギリスから帰国した女性の感染が確認された。2020年3月23日、サンペドロで、ロサンゼルスから帰国した女性の感染が確認された。詳細は、イギリスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況、タークスカイコス諸島を参照詳細は、イギリスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況、イギリス領。 バージン諸島を参照2020年3月25日、ニューヨークから帰国した21歳男性と57歳女性の感染が確認された。詳細は、イギリスにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況アンギラを参照2020年2月25日、イタリアへの旅行歴がある61歳男性は、ウイルス陽性反応が出ており、当該男性はすでに、 サンパウロの病院に入院していた保健省は26日に再検証し感染が確認されたラテンアメリカ発の症例である2月29日27日にイタリア北部から帰国したサンパウロ在住の32歳男性の感染が確認された3月4日イタリアドイツオーストリアスペインを歴訪し3月1日に サンパウロに帰国した同志在住の46歳コロンビア人ビジネスマンの感染が確認された。また、イタリアからポルトガル経由で帰国した同志在住の13歳少女にもウイルスの陽性反応が出た。3月5日、サンパウロ州で2人、リオデジャネイロ州で1人、エスピリトサント州で1人の感染が確認された。三月六日、イタリアから帰国したバイヤ州、フェイラで、 サンタナ在住の34歳女性、サンパウロ州在住の4人の感染が確認された。3月7日、サンパウロ州で3人、リオデジャネイロ州で1人、ブラジリア連邦直轄区で1人、バイア州で接触者である46歳家政婦の感染が確認された。3月8日、サンパウロ州で3人、アラゴアス州で1人、リオデジャネイロ州で1人、 ミナスジェライス州で一人の感染が確認された。3月9日、リオデジャネイロ州でいずれも、海外から帰国したリオデジャネイロ在住の4人、ニテルイ在住の一人の感染が確認された。3月10日、サンパウロ州で3人、リオグランデドする州で一人の感染が確認された。3月11日、ブラジリア連邦直轄区在住の45歳男性を、 含む18人の感染が確認された。3月12日、大統領の広報局長である、ファビオ・ワインガルテン、パラナ州で6人、ペルナンブーコ州で、イタリアから帰国したの66歳と71歳の、夫婦、リオグランデドスル州で2人など、計25人の感染が確認された。ワインガルテンは数日前、ボルソナーロ大統領と共にマー・アラゴで、 アメリカのトランプ大統領と面会した。3月13日、マットグロスソドする州選出の上院議員、ネルシニオトラジ、中米ブラジル大使、ネストル・フォルステル、リオグランデド・ドノルテ州で一人、アマゾナス州で、ロンドンから入国した39歳女性、サンタカタリーナ州で、フロリアノ・オポリス在住の二人とジョインビーレ在住の男性など、計21人の感染が確認された。 また、ジャイール・ボルソナーロ大統領に対する一時検査の結果、ウイルスの陽性反応が出たと一部メディアが報道したが、同日に行われた検査の結果、陰性だと判明した。3月14日、ゴイヤス州の4人を含む23人の感染が確認された。3月15日、大統領の広報局次官、サミリベルマン、ブラジル同盟の広報担当者、セルジュオ・リーマ、 大統領専用機の乗組員、バイイア州で9人、ブラジリア連邦直轄区で6人、セアラー州で3人、マットグロスソドスル州で2人、エスピリトサント州で1人など、計79人の感染が確認された。3月16日、国家産業連盟会長、ロブソンブラガデアンドラーで、ミナスジェライス州産業連盟会長、フラビオ・ロスコエ、経済省外務、 国際問題特別事務局長、マルコス・トロイジョなど、計34人の感染が確認された。同日、サンパウロ州で、サンパウロ在住の62歳男性が死亡。3月17日、サンタ・ガタリーナ州選出の会員議員、ダニエル・フレータスを含む57人の感染が確認された。同日、リオデジャネイロ州で、ミゲル・ペレーラ在住の63歳女性が死亡。 3月18日、鉱山エネルギー大臣ベンコスター・アルブケルケ、機関警備室長、アウグスト・ヘレノ、アマパー州選出の上院議員、ダビ・アルコロンブレ、パラー州で、リオデジャネイロのカーニバルを見に行ったベレン在住の37歳、男性、トカンティンス州でパルマス在住の42歳、女性弁護士など、計137人の感染が確認された。同日、サンパウロ州で、 サンパウロ在住の65歳男性と85歳男性、順次愛在住の81歳男性が死亡。3月19日、サンパウロ州で46人、パラナ州でクリチバ在住の9人、リオグランデドスル州でバジェ在住の2人を含む9人、アラゴアス州でマセイヨ在住の3人など、計193人の感染が確認された。同日、リオデジャネイロ州で、 ニテロイ在住の69歳男性、サンパウロで77歳男性が死亡。3月20日、サンパウロ州で59人、セアラー州で31人、アマゾナス州で7人、アクレ州でいずれも、リオブランコ在住の26歳の建築士、29歳の弁護士とイタリアから帰国した、採掘業共同組合の81歳会長、バイヤ州で2人、パラー州で、 ベレンに滞在中の36歳女性、アマパー州でマカパ在住の36歳女性、ロンドニア州でジパラナに滞在中のサンパウロ在住の29歳1人、マットグロッソ州でクイアバ在住の1人など、計283人の感染が確認された。また、前日にサンパウロで亡くなった70歳男性の感染も確認された。同日、サンパウロ州で80歳、 93歳の男性2人と83歳女性が死亡。3月21日、ブラジリア連邦直轄区で21人、サンタカタリーナ州で11人、パラナ州で、クリチバ在住の4人を含む7人、リオグランデドスル州で5人、ロライマ州で、サンパウロからボアビスタに到着したカップル、マラニョン州で1人、マットグロッソ州で、バールゼアグランデ在住の男性1人、 トカンティンス州でパルマス在住の47歳1人など、計204人の感染が確認された。同日、サンパウロ州で89歳、76歳、89歳、73歳の女性4人と90、49歳の男性2人、リオデジャネイロ州でペトロポリス在住の65歳男性が死亡。2020年2月29日、同月14日に、 マドドドリードから帰国したた71歳エクアドル人女性の感染が確認された3月1日、最初の感染者の家族ら5人の感染が確認された。3月2日、2月14日にスペインのトレホンから帰国した71歳女性の感染が確認された。3月4日、最初の感染者の接触者3人の感染が確認された。3月5日、 最初の感染者の接触者3人の感染が確認された。3月6日、スクンビオス県でオランダ人観光客1人の感染が確認された。3月8日、国内接触者1人の感染が確認された。3月10日、最初の感染者と接触した1人、感染が確認された。パラグアイ人と接触した1人の感染が確認された。3月12日、 新たに二人の感染が確認された。3月13日、ニューヨークからキトに帰国した一人を含む四人の感染が確認された。また、グアヤキルで最初の感染者が死亡。3月14日、新たに五人の感染が確認された。また、グアヤキルで最初の感染者の姉妹一人が死亡。3月15日、 帰国者3人とグアヤス県内で感染者と接触した6人の感染が確認された。3月16日、新たに21人の感染が確認された。3月17日、海岸地区のグアヤス県を中心に53人の感染が確認された。3月18日、グアヤス県で多数、ピチンチャ県で四人など、合計十七人の感染が確認された。同日、 グアヤ・キルで63歳男性が死亡。3月19日、新たに92人の感染が確認された。同日、マナビ健在中の1人が死亡。3月20日、グアヤス県を中心に166人の感染が確認された。同日、65歳、60歳と48歳の男性3人が死亡。3月21日、新たに106人の感染が確認された。 2020年3月3日、マウレ州で約1ヶ月間にシンガポールなどの東南アジアに滞在していたサンハビエルでロンコミージャ在住の33歳男性の感染が確認された。3月4日、33歳の感染者の家族1人とヨーロッパ旅行から帰国した首都州在住の56歳1人の感染が確認された。三月五日、十九日にイタリアから帰国した。 首都州在住の40歳1人の感染が確認された。3月6日、4日に感染が確認された感染者の親族1人の感染が確認された。3月7日、イタリア旅行から帰国した17歳少年とスペインなどを訪れたプエルトモント在住の20代女性の感染が確認された。3月8日、 アメリカから来た親族と接触した83歳女性、国内接触者であるマウレ州在住の39歳男性、イタリア旅行から帰国した14歳少年の感染が確認された。3月9日、サンティアゴで成人女性、マウレ州で3歳未満の女の子、ビオビオ州で38歳男性の感染が確認された。三月十日、サンティアゴで十一歳、 女性、32歳女性と40歳男性、マウレ州で21歳男性の感染が確認された。3月11日、サンティアゴで58歳、48歳、23歳の女性3人と26歳男性、マウレ州で24歳女性と29歳男性の感染が確認された。3月12日、ニュブレ州の29歳1人の他に、首都州のラスコンです。 ビタクラ、ロバルネチェアを中心に9人の感染が確認された。3月13日、首都州で男性5人と50歳女性、ピオピオ州でコンセプシオン在住の30代男性2人、マウレ州でタルカ在住の38歳女性、ニュブレ州で16歳1人の感染が確認された。3月14日、首都州で11人、アントファガスタ州で2人、ニュブレ州で2人、 アタカマ州で一人、マウレ州で一人、アイセン州での感染が確認された。3月15日、新たに14人の感染が確認された。3月16日、バルパライソ州で一人、ロスリオス州で一人、ラ・アラウカニア州で一人、シ都ト州で69人など、計81人の感染が確認された。3月17日、プエルトモントで隔離中のクルーズ船乗客だった5人を、 含む45人の感染が確認された。3月18日、新たに37人の感染が確認された。3月19日、コキンボ州で2人、バルパライソ州で3人、シ都ト州で73人、オイギンス州で2人、マウレ州で3人、ニュブレ州で2人、ビオビオ州で7人、ラ・アラウカニア州で3人、ロセラゴス州で8人の感染が確認された。3月20日、 首都州で57人、ニュブレ州で16人、ビオビオ州で5人、ロスラゴス州で2人、ラ・アラウカニア州で2人、アントファガスタ州で4人、バルパライソ州で1人など、計92人の感染が確認された。3月21日、新たに103人の感染が確認された。同日、83歳、女性1人が死亡。2020年3月3日、1日に、 イタリア北部などへの短期旅行から帰国した43歳男性の感染が確認された。3月5日、ブエノスアイレス市でイタリア北部から帰国した23歳青年の感染が確認された。3月6日、ブエノスアイレス市で72歳女性と44歳男性、46歳男性、67歳男性、ブエノスアイレス州で67歳女性。 コルドバ州で57歳男性の感染が確認された。いずれもヨーロッパからの帰国者である。3月7日、パリから帰国した64歳男性がブエノスアイレス市内で死亡。3月8日、ブエノスアイレス市でイタリアのパルマ在住の71歳女性とアメリカから帰国した若者一人、ブエノスアイレス州でヨーロッパから帰国した53歳女性の感染が確認された。 3月9日、ブエノスアイレス市で1人、チャコ州で2人、サンルイス州で1人、リオネグロ州で1人の感染が確認された。3月10日、ブエノスアイレス市でフランスから入国した23歳男性、ブエノスアイレス州のラマタンサ県でスペインから帰国した42歳男性の感染が確認された。3月11日、 ドイツから帰国したブエノスアイレス市在住の54歳男性と、スペインから帰国したブエノスアイレス州在住の48歳女性の感染が確認された。3月12日、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、コルドバス州、チャコ州で、計10人の感染が確認された。3月13日、ブエノスアイレス市で、ドイツ・スペインを訪れていた29歳男性と、 国内接触者である64歳男性、ブエノスアイレス州で一人の感染が確認された。同日、チャコ州のレシステンシアで、エジプトトルコとドイツを旅行した、同市内在住の61歳男性が死亡。3月14日、ブエノスアイレス市で6人、ブエノスアイレス州で旅行歴のある74歳と45歳、男性、チャコ州で感染者と接触した4歳の子供、サンタフェ州で、 イギリスから帰国したロサリオ在住の男性など、計11人の感染が確認された。3月15日、ブエノスアイレス市で6人、チャコ州で2人、南端のティエラデルフエゴ州で2人、ブエノスアイレス州で1人の感染が確認された。3月16日、ブエノスアイレス市で2人、ブエノスアイレス州で4人、チャコ州で医療関係者ら3人の感染が確認された。 3月17日、ブエノスアイレス市で4人、ブエノスアイレス州で2人、コルドバ州で2人、ジャコ州で1人、フフィ州で、ヨーロッパ旅行から帰国したサンサルバドール在住の45歳、女性、サルタ州で、マドリードから帰国した40歳男性弁護士、リオネグロ州で、シッポジェッティ在住の女性1人、エントレリオス州で1人、サンタグルス州で1人の感染が確認された。 3月18日、ブエノスアイレス市で10人、ブエノスアイレス州で6人、チャコ州、コルドバ州、エントレリオス州で、各1人の感染が確認された。同日、ブエノスアイレス市で64歳男性が死亡。3月19日、ブエノスアイレス市で8人、ブエノスアイレス州で15人、コルドバ州3、チャコ州で2人、トゥクマン州、サンタフェ州、リオネグロ州で、 1> 各1人の感染が確認された3月20日、ブエノスアイレス市で9人、ブエノスアイレス州で9人、コルドバ州で4人、ネウケン州で2人、チャコ州、ティエラデルフエゴ州、エントレリオス州、サンルイス州、コリエンテス州、サンティアゴデルエステロ州で、各1人の感染が確認された。うち22人は帰国者で、4人は国内接触者である。3月21日、 ブエノスアイレス市で29人、ブエノスアイレス州で15人、メンドーサ州で62歳女性ら5人、チャコ州で5人、コルドバ州で4人、ティエラデルフエゴ州で3人、コリエンテス州で2人、サンタフェ州、トゥクマン州、リオネグロ州で各1人の感染が確認された。同日、ルハンデ、サンアンドレスデヒレス在住の十七歳女性が死亡。詳細は、 フランスにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況フランス領ティアナを参照2020年3月6日ボゴタでミラノから帰国した19歳女性留学生の感染が確認された3月9日いずれもスペインから帰国したブガ在住の34歳男性とメデジン在住の50歳女性の感染が確認された3月11日 メデジンで接触者3人、ボゴタでヨーロッパと米国から来た女性2人、カルタヘナでクルーズ船の乗客だった米国人の高齢女性の感染が確認された。3月12日、ボゴタでスペインから来た女性2人、ネイバでイタリアから帰国した女性とその姉妹1人の感染が確認された。3月13日、ボゴタでイタリアから来た高齢女性、 メータ県でスペインから来た成人女性、パルミラでスペインから来た成人男性の感染が確認された。3月14日、アンティオキア県で接触者であるメデジン在住の20代男女2人、グアテマラ、米国への旅行から帰国した、リオナグロ在住の30代男性、ボゴタで5人の感染が確認された。3月15日、ボゴタで スペインから来た7人とアメリカから来た1人ポシネーバで感染者と接触した5人。カルタヘナで感染者と接触した2人。メデジンで、スペインボスニアクロアチアを訪れた1人。カリで、スペインから帰国した男性1人。ククタで、スペインから帰国した女性1人。マニサレスで、米国から帰国した高齢男性1人。ファカタティバでスペインを訪れていた若い男性1人。 ドスケブラダスでアメリカを訪れていた若い男性一人の感染が確認された。3月16日、ボゴタで帰国者9人と国内接触者3人の感染が確認された。3月17日、ボゴタで感染者と接触した3人とスペイン、イタリア、トルコ、ギリシャへの旅行から帰国した6人、カリでイタリアとスペインから帰国した男性2人、ククタで スペインから帰国した男性と接触者である女性。バランキージャでスペインから帰国した男性2人。カルタヘナで接触者2人。ブカラ漫画でスペインから帰国した女性の感染が確認された。3月18日、カリで5人、ボゴタで5人、パルミラで接触者3人。アルメニアで2人、カヒカで2人、カルタヘナで2人、ペレーラで3人。 トリマ県で接触者一人とイバゲ在住の一人、サンタンデール県で一人、ネーバで接触者一人、ドスケブラダスで一人の感染が確認された。3月19日、ボゴタで8人、メデジンで3人、ククタで3人、バランキージャで3人、ポパヤンで2人、カルタヘナで2人、パルミラ、アルメニア、カルダス県、ネーバ、ソアチャで、各1人の感染が確認された。3月20日、 アンティオキア県で、メデジンの9人、エンビガドの1人、リオネグロの1人、ボゴタで12人、サンタ・マルタで2人、ペレーラ、アナポイマ、カリ、チア、マドリードで、各1人の感染が確認された。3月21日、ボゴタで23人、カリで6人、パルミラで5人、カルタ・ヘナで5人、ペレーラで2人、バランキージャで2人、イバゲ、ビージャデロロサリオ、マニサレス。 ククタ、ネーバ、グアルネ、メデジン、イタグイ、チアで、それぞれ一人の感染が確認された。また、同月16日に、カルタヘナで58歳男性が死亡したことも分かった。2020年3月6日、スペイン・フランス・チェコへの旅行から帰国した、ラタム航空の25歳男性パイロットの感染が確認された。3月8日、最初の感染者の親族である51歳。 女性、74歳、女性、7歳の子供を含む子供2人と友人である25歳、男性パイロット、2月29日にロンドンからアレキパに帰国した29歳学生の感染が確認された。3月9日、最初の感染者の接触者である78歳男性と66歳女性の感染が確認された。3月10日、ヨーロッパを訪れた後、 ワヌコに帰国したばかりの27歳と15歳の若者2人の感染が確認された。3月11日、リマで47歳男性と69歳女性、チンチャ県で46歳と27歳の男性2人など、合計6人の感染が確認された。3月12日、イタリアから帰国した21歳1人、ドイツとスペインへの旅行から帰国した28歳女性など5人の、 感染が確認された。3月13日、新たに16人の感染が確認された。3月14日、イタリアスペイン旅行から帰国した49歳女性を含む5人の感染が確認された。3月15日、新たに28人の感染が確認された。3月16日、新たに15人の感染が確認された。3月17日、 新たに31人の感染が確認された。3月18日、新たに28人の感染が確認された。3月19日、ピューラ県の2人を含む89人の感染が確認された。同日、リマで78歳、47歳と69歳の男性3人が死亡。3月20日、新たに29人の感染が確認された。同日、 リマで75歳女性が死亡。また、同国のエリサベスイノストロサ保健大臣が更迭され、新任にビクトル・サモラ・メシアが就任。3月21日、新たに55人の感染が確認された。同日、ピューラで83歳男性が死亡。2020年3月7日、同月3日に、エクアドルから帰国した32歳男性の感染が確認された。 3月10日、アルゼンチンのコルドバから入国した83歳男性と彼と接触した医師2人を含む3人の感染が確認された。3月12日、最初の感染者と接触した1人の感染が確認された。3月13日、83歳の感染者と接触した1人の感染が確認された。3月15日、83歳の感染者と 接触したた一人の感染が確認された3月16日、83歳の感染者と接触した一人の感染が確認された。3月17日、最初の感染者と接触した一人とメキシコへの旅行から帰国した一人の感染が確認された。3月19日、最初の感染者と接触した一人を含む2人の感染が確認された。3月20日、 新たに5人の感染が確認された。同日、69歳男性が死亡。3月21日、帰国者3人と国内接触者1人の感染が確認された。2020年3月10日、イタリアから帰国したサンタクルス県とオルロ県在住の女性2人の感染が確認された。3月11日、マイアミからサンタクルスに到着した20代男性の感染が確認された。 3月13日、オルロの感染者の家族6人とコジャバンバ県在住の接触者1人の感染が確認された。3月15日、マドリードから入国した20歳女性の感染が確認された。3月17日、スペインから帰国したサンタクルス県在住の44歳女性の感染が確認された。3月19日、ラパス県でマドリードからコロンビア経由で エルアルト国際空港に到着した31歳1人、コチャバンバ県で女性医療スタッフ、オルロ県で1人の感染が確認された。3月20日、サンタクルス県でブラジルから来た44歳女性ら4人の感染が確認された。3月21日、モンテロで米国から入国した45歳男性の感染が確認された。3月22日、 ロンドンから来た一人とサンタクルス在住の感染者と接触した三人の感染が確認された。2020年3月11日、同月5日に、米国から帰国した52歳女性が死亡。死後に感染が確認された。3月14日、最初の感染者の夫、息子ら親族三人の感染が確認された。3月18日、最初の感染者の親族一人の感染が、 確認された。2020年3月13日、同月初に、スペインから帰国した2人の感染が確認された。3月14日、新たに8人の感染が確認された。3月15日、ヨーロッパからの4人、コロンビアからの1人など、帰国者7人の感染が確認された。3月16日、在ベネズエラアルゼンチン大使、エドゥアルド・ポレッティを含む16人の感染が、 確認された。3月17日、新たに3人の感染が確認された。3月20日、新たに6人の感染が確認された。3月21日、新たに28人の感染が確認された。2020年3月13日、11日に、オランダから入国した1人の感染が確認された。患者は、ロッテルダムやデルフトを訪れたことがある。3月20日、 国内接触者二人と入国者一人の感染が確認された。3月21日、マイアミからヨハン・アドルフ・ペンヘル国際空港に到着した一人の感染が確認された。2020年3月13日、同月初にミラノから帰国したモンテビデオ在住の二人と、サルト県在住の50代と30代母子の感染が確認された。三月十四日、モンテビデオで、 ヨーロッパから入国した二人の感染が確認された。3月15日、元上院議員のペドロ・ボルダベリーとマルドナド県在住の一人の感染が確認された。3月16日、新たに21人の感染が確認された。3月17日、新たに21人の感染が確認された。3月18日、新たに29人の感染が確認された。3月19日、 新たに15人の感染が確認された。同日、感染者である82歳女性は亡くなったが、医師はがんにより死亡したと判定。3月20日、カネロネス県、コロニア県、マルドナド県、モンテビデオ県、サルト県で16人の感染が確認された。3月21日、フロレス県、カネロネス県、コロニア県、マルドナド県、モンテビデオ県、 サルト県で25人の感染が確認された。詳細は、オセアニアにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況を、参照詳細は、クルーズ客船における2019年、コロナウイルス感染症の流行状況を、参照詳細は、2019年、コロナウイルス感染症による、社会、経済的影響を参照。ありがとうございます。